初代カドガン伯爵、ウィリアム・カドガン初代カドガン伯爵、ウィリアム・カドガンは、イギリスの軍人、政治家。スペイン継承戦争で、イギリスの司令官マール・バラコー、ジョン・チャーチルに仕えて、従軍、平民から貴族に出世した。弁護士ヘンリー・カドガンの長男として生まれ、ウェストミンスター・スクールとトリニティ・カレッジで学習した後1690年に、軍隊に入隊。 マール・バラコーのアイルランド遠征に従い、コークと金セールを落とし、1701年に隆起兵を率いる少佐に昇進した。同年に補給局長に任命され、軍の市長を任されるようになった。スペイン継承戦争では、マール・バラコーが率いる軍勢を支え、1704年にオランダからドイツ南方のドナウ川まで総距離 400km に及ぶ、 長距離行軍で補給と行軍の手配を行い、セレンベルクの戦いとブレンハイムの戦いに参戦。1706年のラミーの戦いでは、偵察役を務め、戦闘中は、陽動のため敵に攻撃していた右翼の引き上げ及び左翼への部隊移動を行った。1708年のアウデナールでの戦いでは、敵より先に戦場に到達、スヘルデ川に船橋をかけて、 付近の村を制圧、共闘法を築いて、本体到着まで、フランス軍の攻撃を耐え切り勝利に貢献した。1709年のマルプラ家の戦いとモンス包囲で、首を負傷している。1711年に、マールバラ港が失脚した後も大陸に残ったが、1712年に、公認の司令官、オーモンド校が、イギリス軍を大陸から引き上げさせたとき、 命令に従わず亡命。先に、イギリスから大陸へ亡命した、マールバラコの後を追って同行。イギリスと、マールバラコの仲介に手を尽くした。1714年に、ジョージ一世が即位、マールバラコを失脚させた、トーリー党が失脚、弾劾され、ホイック党が政権を握ると、マールバラコと共に帰国。1715年に、 ジャコバイトが反乱を起こすと葬式を取り反乱を鎮圧した。1716年にバークシャーレディングの土地を購入して宮殿を建造した。また、同年にカドガン男爵に除釈され、死する勲章を受勲1717年にスーミツインのメンバーに選ばれ、1718年にカドガン伯爵に除され、ワイト島の総督に任命され、 1722年に、平坦武装官とクレナディアガーズ隊長に、任じられるなど、ホイック政権下で交流された。1726年に51歳で死去。息子がいなかったためカドガン伯爵は廃絶。弟への特別継承権が認められていた、カドガン男爵のみ弟のチャールズが継承した。1704年に、ハーグで、マーガレット・セシリア・ミュンターと、結婚。 二人の娘を設けた。長女サラは、イングランドをチャールズ2世とルイーズケルアイユの書室の、孫にあたるリッチモンド校、チャールズ・レノックスと結婚。次女マーガレットは、ポートランド博、ウィリアム・ベンティンクの息子、チャールズ・ジョン・ベンティンクと結婚した。ありがとうございます。